こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、月、明らかに、狩、南へ飛ぶ、です。月の光が明るく照り渡り、その明かりに乗じて狩りが南へ飛んでいくということです。現存そのままの美しい光景を言います。それでは今から月が明らかに狩り南へ飛ぶを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。